ソドー島は冬だった。今年初めての霧が海から流れ込んでくる。トーマスや兄とクララベルは静かな霧の谷が大好きだ。しかし岩が線路に落ちてくるので用心しなければならない。ホックマンのシリルの仕事はとても重要だ。濃い霧が発生した時、線路に起爆装置を仕掛けて機関車に知らせるのだ。うわ、起爆装置に乗るとトーマスはビクッとする。車軸がガクガクするよ。シリルが仕掛けておいてくれたんだよ。前方に霧が発生してる。スピードを落とそう。ありがとうシリル。気をつけて。その晩、トップハムハット卿が珍しいものを持ってきて機関車たちに披露した。とても大きくて不思議な形をしている。それ何ですか？新しい発明品、鉄道用フォッグホーンというものだ。霧の発生をみんなに知らせる。こうだ。音が大きすぎるよ。まるでタグボートみたいな音だ。トーマスは心配になった。それじゃあシリルの仕事はどうなるんですか？シリルも年だ。これからはゆっくり休んでもらおう。それにこのフォッグホーンの方がずっと頼りになるぞ。かわいそうなシリル、クビになっちゃうんだ。翌日、パーシーが霧の谷をご機嫌で走っていると、うるさいな。あのホックホーンが大きな音を出すからドームがガタガタするよ。車軸がガクガクする方がよっぽどいいや。とにかくスピードを落とそう。前方が霧だ。ホックホーンが大きな音を立てたので斜面が振動している。パーシーが見えなくなった瞬間、岩が次から次へと落下してきた。という間に線路が塞がれてしまった。フォグホーンも潰されている。そう遠くないところをトーマスが時間通りに走ってきた。うわ、どうしよう、前が全く見えないよ。トーマスが考える間もなく、うわ、一体どうなってるんだ。どうしてフォッグホーンが鳴らなかったの？さあ、わからないよ。でも怪我人が出なくてよかった。大変だ、もうすぐトビーがやってくるぞ。霧を知らせる警報を出さないとトビーが突っ込んでくるぞ。私に任せてくれ。霧の中から声が響いた。シリルだ、間に合ってくれるといいんだけど。トビーとヘンリエッタが走ってくる。次の駅で給水できるぞ。その瞬間、うわあ、起爆装置だ。前方に霧が発生してるんだ。スピードを落とそう。車軸をガクガクさせて次のカーブを曲がると、トビーはほっとした。あの起爆装置がなければトーマスに激突していただろう。すぐにあたりは片付けられ、トーマスは線路に戻った。もしシリルがいなかったら、トビーは僕よりもっとひどい事故になっていたかもしれません。シリルの代わりをフォッグホーンにしないで、フォッグホーンの代わりをシリルにしてもらう。その方がずっと頼りになるからな。ありがとうございます、トップハムハット卿。シリル、ありがとう。新しい発明品もすごくいいけど、車軸がガクガクしないとつまんないよ。